というと大体ですね、雨天の様がおりまして天界から獅子を連れてくるという、ストーリーなのでございますが、その系統にしては、獅子がですね今回はこう追いかけてつかみかかるという魔物を伏せる動きが特徴なんですね。なので大島さんの方から杖なのかどうかは定かではないというご紹介にありましたが、この魔物を噛みついてですね振り回すという所作、そしてこの優雅な所作、子どもたちがですね一生懸命覚えましたこの頭すばきを、どうぞごゆっくりご覧ください。またダゴクマのこの青いフォロは青龍、青、若さを象徴しております。まあ、その名の通り新たな子どもたちもたくさん入ってくれておりますし、また間口は広く多くの子どもたちとこの姉妹をやりたいということでね、定期的に姉妹の教室の方も開催しております。ご自身の可愛らしい舞からそして親自身の方に移ってまいります。この青い若さを象徴とするホロのカラー、そこに散りばめられております白い渦巻きのようなものをご覧いただけますでしょうか。こちらはですね、だいたい獅子を、見ないで描くと皆さん唐草文様をお描きになったりするんですが、実は遠い遠い昔、これがライオンですよと日本に送られた象の肩口のところにこのマークが彫られておったのです。石像の肩にありましたこの渦巻き、どうも獅子のライオンのつむじの部分だと思われておりますが、それ以降はですね、飯田のこの屋台ホロのところに書かれておりますこの文様は獅子の毛並みとして、多くの獅子舞のホロが採用しております。獅子の小獅子の方もホロの獅子があるんですが、本日は頭のお披露目とあってか皆さん頭のみの、丸腰の小獅子でございましたね。Thank you.
獅子が住んでおりますのは黄泉の国、橋を一本向こうに神様の国がおりまして、この獅子たちはそこの番犬として飼われているのでございます。百獣の王、誰も見たことがない、日本人はライオンを見たことがないので、その動きは犬だったり猫だったり、いろんなものを参考に想像して作られています。番をしております獅子の周りに咲いておりますのはボタンの花。このボタンの花、お庭に植えてらっしゃる方はよくご存知かと思うんですが、咲きますとある時ボタボタっと花びらを落としてしまいます。大変潔のいい、そして開花の短い花でございます。獅子の幌のところにピンク色に散られておりますこのボタンの花、これが常に咲いているということが神様の国のその不思議の一端なんでございますね。時が止まったような場所、そして永遠に追えない場所、そちらの、大切な神様をお守りするのがこの獅子なのです。獅子は怖いほどいいです。ご覧の皆様のところへ、切り込んでいくかと思いますが、どうぞ怖い怖いとめでていただければと思います。また飯田には里の獅子、山の獅子と2つございまして、この屋台獅子、幌の中にお囃子が入っております。大きなこの屋台獅子は里の獅子でございます。この重たい体を生き物のようにくねらせ、いかに待っていくか、これがこの獅子の見どころの一つでもありますね。心の中で隠れて見えませんが、こうしてお客様に噛み込んでいくとき、中の屋台も一緒に動きますので、その屋台が行き過ぎないように取ります。中の人は大変でございます。わあ、ありがとう。